2024年新年度スタート。4月からこう変わる値上げの影響はこんばんは。福利でふえるです。今回のテーマは4月からの値上げで追い風の業種。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、4月から値上げ。2、首位交代。 3. 選ぶなら。まずは4月から値上げ。結論から。4月からの新年度を迎え、今年2024年は食品や雑貨、サービスなどの値上げが相次ぎます。物価上昇は家計に直結するものの、値上げとの好循環が生まれれば、日本の経済にはプラスに働く一方で、 2024年問題からのトラック運転手や医療従事者である医師らなどの残業規制も強化され一般の生活に影響が及ぶ可能性もありますまずは何と言っても身近な電気代の値上げは消費者にとってインパクトがあります電気代は4月使用分つまり5月の請求分から 大手電力10社全社全で上がります一般家庭の電気代は平均的な使用量に基づくと前月比でだいたい441円から579円ほど高まる見込みなぜ電気代が上がるのかそれは再生可能エネルギーの普及に向けて国が電気代に上乗せする 付加金の単価上昇を反映させるためです。財エネ付加金は電力会社が再生可能エネルギーで作られた電気を買い取るための費用として、電気を使用する企業や家庭などが電気料金の一部として負担している料金のことです。再生可能エネルギーの普及促進を目的として、再生エネルギー特別措置法により2012年7月から始まりました。 この再エネ付加金はグラフのように2023年度は 1kW あたり1.4円と再エネ付加金の単価が大幅に下がったものの2024年度は再び単価が上昇することとなりました電力会社は再エネ付加金として集めた資金で再生可能エネルギー発電事業者から電気を買い取りますまた 再エネ付加金の金額は、電力会社から毎月送られる減診表・電気料金のお知らせに記載されています。再エネ付加金の計算方法は、付加金単価×電気使用量となっており、月の電気使用量が多いほど負担が増していきます。また、この単価は、調達価格等算定委員会の意見を踏まえて、 毎年経済産業大臣が決定しています。電気料金に加え生活に身近な分野での値上げは続きます。この春、食品メーカー195社が4月に価格を引き上げる商品は2806品目。目立つのが加工食品で日本ハムなど食肉大手4社が ハムやソーセージなどを値上げすることです。サントリーも国産ウイスキーの希望小売価格を最大で2倍以上に引き上げます。サントリーウイスキー響き30年はもともと税別16万円でしたが、こちらはなんと36万円に大幅値上げとなります。その他、家庭市では大王製紙とオージネピアが ティッシュやトイレットペーパーを10%以上値上げ。宅配料金では、ヤマト運輸や佐川急便。キッコーマンなどが、ケチャップなどを7から15%程度値上げをします。値上げの背景としては、原材料高に加え、人件費や物流費の上昇があります。製造業を中心とする、輸出中心の企業にとっては、円安は追い風となりますが、 現在足元で一時1ドルあたり151円後半まで進む円安も輸入原材料の調達コストを押し上げることとなりこれは生活者である私たちに直結します総務省によると家庭で消費する物やサービスの値動きを見る2月の消費者物価指数は天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が 去年の同じ月より2.8%の上昇。上昇率は4ヶ月ぶりに拡大しました。これまで上昇率を押し下げてきた政府による電気代と都市ガス代の負担軽減策の開始から1年が経ち、これらの効果が一巡したことなどが影響しています。こういった物価高を値上げで吸収できれば景気の好循環につながります。 2024年の春闘では賃上げ率は33年ぶりの高い水準となり食品なども高いインフレ率が続いていますが値上げは一時期に比べて落ち着いてきていますそれはこちらの帝国データバンクのグラフからも一目瞭然賃上げ上昇に伴う消費マインドに明るさが出てくると景気は良くなると見込まれていますつまり 賃上げ早くしてということですね。続いては、周囲の交代。各業種の利益トップ企業が入れ替わっていることが鮮明となった2024年。24年3月期の予想純利益を5年前と比べたところ、食品などを含む16業種で首位が交代する見通しとなっています。インフレなど経営環境が変わる中、 値上げを浸透させた企業や、事業構造改革を進めた企業が順位を上げていることが明確となりました。上位に浮上する企業の特徴は、インフレが進む中、強みのある製品で値上げを浸透できたこと、24年3月期の予想純利益と、新型コロナウイルス化前の2019年3月期の純利益をそれぞれ比べてみました。 まずは食品業界から。食品は首位が明治ホールディングスから味の素に交代します。味の素は調味料や食品の値上げを進め、3期連続で最高益を見込んでいます。逆に明治ホールディングスは生乳や輸入原料などのコスト上昇や円安の影響が想定以上に大きくなっており、値上げでまかなえないほど、 同じ商品を数回値上げしたことで販売数量も減ってきています。今季24年3月期の純利益は19年3月期と比べて18%減少となる見通し。また2位に上がってきた森永乳業ですが、こちらは24年の第1四半期に工場売却による特別利益650億円を計上しているので、このランキングの中では ちょっと例外的と言えそうです続いては同じく食品の中でも水産業界を見てみました水産業界では首位がマルハニチロから日水に変わります19年3月期は日水は日本水産という名前でしたので首位がちょうど入れ替わった形です水産事業の収益が市況影響でブレやすい中で 日水は加工食品が好調なのが影響しています。業務用を中心に値上げが受け入れられたほか、欧米でも冷凍食品の販売が伸びています。日水は味の素同様、3期連続で過去最高益を見込んでいます。続いて、電力業界。こちらはコロナ禍と比べるのはちょっと例外的かもしれませんが、 今回電気料金の値上げというニュースがありましたので取り上げてみました。電力業界は規制料金に占める圧倒的存在が燃料費にあります。日本の電源構成で用いられる化石燃料は順に天然ガス34%、石炭31%、石油7%で合計72%。これら大半が 輸入に頼っているののはご存知の通りですこれらの値段が昨年から爆投したためまたロシアのウクライナ侵攻と急激な円安が加わって過去の数倍という調達価格に跳ね上がったことが影響し昨年23年3月期は電力大手も各社赤字に陥ったり利益がほとんど出なかったりという状況となっていました ただ逆に、今季24年3月期は、利益が大幅に伸びる予想となっています。その最大の理由は、タイムラグです。大赤字真っ最中の時より、価格燃料が落ち着いてきたことが大きな要因。電気料金の値上げ上限に対し、認可の主体である経済産業省へ、調達価格分の価格転嫁上限変更を依頼し、 燃料費が下落してもそれを価格へ反映させるのは数ヶ月後です。今期の料金は結果的に高かったものの、規制料金のためその料金をすぐに下げようもないため利益が膨らんだだけとも言えます。ちなみに今季最も利益が出そうなのは中部燃力ですが、和歌山発電所建設計画の中止に伴う1230億円の損失がなければ、 関西電力がトップの予想となっていました。では、最後に選ぶなら。今回の値上げのニュースを受けて、各企業、追い風となりそうな企業が鮮明になってきました。では、この中で増えるが選ぶなら。まず一社目が日清食品ホールディングスです。日清は即席麺メーカー採用手。 即席麺のほか、カレー蒸しや冷凍食品にも注力しており、海外進出積極的で海外で即席麺の販売が伸びています。米国では高単価販売が好調で収益性が高まっており、2025年には米国で3カ所目となる新しい工場も稼働します。現在 PER 水準としては、 過去3年間と比べると、やや割安の水準にはあるのですが、日経のプライム上場企業の平均的な PER 水準とすると、やや高め、割高の水準にあります。続いてが、味の素です。味の素は、総合食品会社で調味料主位。こちらも海外進出に積極的で、現在では130以上の国と地域で展開しています。 また調味料部門では人口で世界4位のインドネシアで6割のシェアを持っています。味の素といえば半導体銘柄としても実は有名で。味の素ビルドアップフィルムというパソコンの心臓部である高性能半導体 CPU の絶縁材に使われている素材。現在では全世界の主要なパソコンなどの 相関絶縁体のほぼ100%のシェアを持っています。あなたの注目企業はぜひ教えてください。ということで、今回の動画は以上です。高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を